11人組グローバルボーイズグループ INI-INI が19日に新規場、若須公園にて開催された東京メトロポリタンロックフェスティバル2024に出演しました。INI がメトロックに出演するのは初となります。画像11人組グループ INI-INI は本イベントのために用意した新たな衣装を身にまとい、キレのある力強いパフォーマンスで 一曲目にデビュー曲のロケッティア二曲目にドラマティックを披露しました。また、MC になるとリーダーの木村雅也さん26がメトロック盛り上がってますかありがたいことに僕たち INI メトロック初出演です。と感謝の気持ちを伝えました。その後、三曲歌い上げ二度目の MC に入ると後藤健さん24は 皆さんたくさんバウンズしてくれてありがとうございます。めっちゃ盛り上がってますか。屋外最高ですね。と屋外ステージの良さに感謝を伝え、池崎理人さん22がフェスに出させていただくと、ミニ、INI のファンの故障の皆さんはもちろん来てくださるんですけど、僕たちを知らない人もいるんじゃないかなと思ってと話し、後藤さんは覚えてもらえるようにと、エブリバディ性 INI。 と INI コールで観客を煽りました。コールでの盛り上がりを持ったまま、6曲目、7曲目、そして最後に、ファンファーレを披露し、計8曲、約40分のパフォーマンスを締めくくりました。